編集長の言う通りだ。これじゃボツにされるよな。これまでのお前さんは文章が下手でも熱気があった、はい、おとなしい。え、あ、編集長？え、じゃあ取材やらせてくれるんですか？その代わりまたこないだみたいな手抜き記事はお断りだからな。今度やったらクビだぞ。編集長、銀屋には厳しいわね。それだけ期待してるってことよ。名前は近江俊一。ちょっとユニークな考えの持ち主でな。パチスロは生き物ですって？生き物ね。また今度ね。なんだよあいつ。ほらほら、お仕事に戻ってさ。さあね。おとなし様、伺っております。副院長室へどうぞ。砕けた人だな。そちらのソファーでお待ちください。へえ、副院長がパチスロね。君は？取材に伺いました、街道通信のおとなしです。街道通信、初めて耳にする出版社だな。ああ、ちっぽけな出版社ですから。いやいや、どうして私の論文を取り上げるとは。将来性のある出版社だ。論文にまとめてあるんですか？私が発表した論文の取材じゃないのかね？ああ、はい、とてもユニークな考えだそうですが。おおむね好評だったよ。なるほど、お医者さんたちの間でも結構流行ってるんですか？何が？何がって、やだな、これですよ、これ。指圧？指圧じゃなくて、なんか空回りしてないか？失礼。ごめんごめん、お待たせしちゃって。おとなしさんでしたよね。俊一で、親父いたの？パチスロ俊一、お前はまだそんなもんに鬱を抜かしているのか。お待ちなさい。こら俊一。午後は空いてるはずだったんだけどね。取材さえできればいいんですけど。じゃあ僕のマンションにしましょう。ここから 2,3 分の距離だから。ああ、はあ。他の連中に見つかると煩わしいから急ごう。しかしすごい人気ですね。人気があるのは将来の院長夫人の座で、僕じゃないよ。え？僕の母親がいい例だ。もっとも祖父が健在で未だに副院長夫人だけどね。計算違いだったみたいだよ。パチスロ歴はどのくらいなんすか？8年くらいかな。じゃあ中3じゃないですか。いいから入って入って。あ、はい、お邪魔します。じゃあ早速インタビューを。いや、その前にこっちの部屋に来てくれたまえ。うん、さっさ、こっちこっちね。あ、すっげえ、よくこれだけの機種揃えましたね。まだまだ欲しいのがあるんだけどね。何をしてるんですか？今日の体調を見てるんだ。この子は特に気分屋でね。この子？この子たちも生き物。その時の体調に合わせた打ち方をしてやらないと機嫌を損ねる。パチスロは生き物ですね。君もペットロボットを知ってるだろ？愛情の注ぎ方次第で全く性格の違ったものになるっていうやつですよね。そう、パチスロもあれと同じだよ。打ち手の接し方で全く違う結果になる。なるほど。今は機嫌が良さそうだ。君も聞いてみるといい。聞こえるだろう、この子の鼓動が。
どうやったってリールのモーター音しか聞こえないっすね。まあ無理もない。ああパチスロイコール機械という固定観念を捨てない限り、鼓動を聞くことも真にこの子を理解することもできない。つまりビッグを弾くこともできない。理解できればビッグも弾けるってことですか？見せてあげよう。おいおい、本当かよ。悪いんじゃないですか？いや、そんなことはない。何を拗ねているんだい？そろそろ取材を始めませんか？ね。さあ、僕にいいところを見せてくれ。オウミさん。あ、そうか。ん？君のせいだ。え？この子は君がいて恥ずかしいんだよ。そうかそうか、そうだったのか。大丈夫かこいつ。銀屋とは仲直りしたかい？え、どうして？昨日も今日も顔見せないからちょっとな。パチスロじゃない？私との約束より大事みたいだから。原稿をボツにされて腐ってるんだよ。パチスロの記事書いてるからってあんな急にのめり込むかしら。それだけ単細胞ってことさ。それは言えるわね。最後の質問です。ズバリ、オウミさんにとってパチスロとは？僕にとってパチスロは生き物なんだ。優しい恋人だったり、気難しい親友だったり、やんちゃな子供だったりと、様々な面を見せてくれる。そんな彼らと分かり合えた時、彼らは僕にビッグボーナスというご褒美をくれる。こんなに楽しく面白いものはないですよ。こんなもんでいいかい？はい、十分です。どうもありがとうございました。もう少しいいだろう。今度はちゃんとボーナスを引くさ。いえ、失礼します。昼飯まだなんで。寿司でも取ろう。僕もまだだから。いや、食事はいつも決まった店でしか。そう、美味しいのそこ。ええ、まあ。じゃあ僕もそこへ連れてってくれ。いいですけど。ヒロシ、待ちなさい。ちょっと待ってて。あら、もう泣き止んでる。結構やるじゃん。ママ、若先生が注射の痛くない方法を教えてくれたよ。まあよかったわね。ありがとうございます。バイバイ。またね。どんな方法なんですか？それは秘密さ。君も泣いたら教えてやるよ。しっかり捕まっててくださいよ。女性的な美しいフォルム、品のある配色、どれをとっても素晴らしい。いくら褒めても出るのはコーヒーくらいですよ。中を見せてもらってもいいですか？心ゆくまでどうぞ。外見だけでなく中身まで美しい。これこそ完璧なマシン。おいおい、持ち上げすぎだよ。お世辞じゃありません。僕の本心です。オウミさん、譲ってくれなんて言わないでしょうね。正直なことを言えば喉から手が出るほど欲しい。こんなに素晴らしいマシンには二度とお目にかかれないだろうからね。ああ。でもこの子たち、ここにいるからこそ幸せなんだよ。この子たち、ここにいるからこそ。マスターやパチスロ好きのお客さんたちに可愛がられて一層輝いているんだ。その幸せを奪うなんて僕にはできないよ。今日は一緒に来て本当に良かったよ。素晴らしいマシンと出会えただけじゃなく、うまいカレーやコーヒーまでいただけるなんて。俺はバイクに乗っけただけ。オウミさんが勝手についてきたんでしょ。ルイは友を呼ぶとはよく言ったもんだ。まったくですね。
ただいま。お疲れ、ゆりちゃん。あ、来てたんだ。美しい。え？お嬢さん、僕が持ちましょう。あの、大海さん、どうしちゃったの？さあさあ、疲れたでしょ。こちらへどうぞ。素晴らしい、そのプロポーション。いかなるマシンが束になってかかってもかなわない完璧なフォルム。その輝く瞳は僕だけのプレミアムリーチ。何言ってんのこの人。ああ、まさに天使のささやき。その心地よい響きは僕の恋心を目覚めさせる。何なのこの人。大海俊一さん、大海総合病院の息子さん。それが何？なんで私の手を握って離さないわけ？なんという清らかな。初めてだ、あなたのような女性は。この気持ちをあえて言うなら、僕のフラグは君にむっくり。わかりました、わかりましたから話してください。ったく、変な人連れてこないでよね。もうフラグでも何でも勝手にむっくりしててください。荷物。ゆりちゃん、ゆりちゃん。やばいっすよ、マジ怒らしちゃったみたい。彼女マスターの娘さん？まさか、全然似てないじゃないっすか。それより一体どうしちゃったんすか？どうって、僕はどうしちゃったんだろう。大海さん、とにかく今日は帰りましょう。え、もう帰っちゃうの？そう、帰っちゃうの。帰っちゃうの？帰っちゃうの。マスター、ごちそうさーん。毎度、またのお越しを。帰りました。何なんですかね、あの人。なんだかおかしなコンビが誕生したもんだ。来た、スロシアムからだ。メンバーズトーナメント第3回の日程が決まりました。今度の金曜日か。今度はどんな相手と戦うんだろう。いらっしゃいませ。おはよう、ゆりちゃん。モーニングセットね。はい、かしこまりました。ゆりちゃん、いつまで怒ってんだよ。別に怒ってなんかないわよ、結構楽しかったし。頼むよ、次は約束守るからさ。ずいぶん軽い言い方ね。でもまあ、信じてやりますか。サンキュー。タイトルは。いらっしゃいませ。グッドモーニング。君へのプレゼントだよ、マイスイートハニー。あなたは大海さん。ゆりちゃん、結婚しよう。ええー、じっくり考えたってまだ一日も経ってないじゃないですか。こういうのは時間の問題じゃないんだ。大海さん、お医者様だって検査もせず承諾もなしにいきなり患者の腹にメスを入れたりしないでしょう。当たり前です。それと同じですよ。プロポーズするなら段階を踏まないと。ゆりちゃんはまだあんたのこと何も知らないんだ。わかりました。ゆりちゃん、プロポーズのことは忘れてください。あ、はい。その代わり、ゆりちゃんがその気になるまで僕待ってます。え？ねえ、飲みに行きませんか？いい店知ってるんです、夜景を見ながらワインなど。でもまだ二人きりじゃ。じゃあ銀ちゃんを入れて三人で。銀ちゃんだ。いつからちゃん呼ばわりや。どういう人なんだよもう。三人なら行ってもいいかな。ね、そう銀ちゃん、銀也くん、銀也さん、ゆりちゃんと三人で飲みに行こう。いいっすけど、いつですか？私金曜日しか空いてないわ。え、金曜？まずいな、今度の金曜日は手術の研修が入ってる。あ、俺も原稿の締め切りが。なんだ、じゃあ今回はお流れね。くわー、残念。手持ち200枚、2000枚を先に獲得した者が勝利者となります。プレイヤーはマシンを選んでください。大海さん、金役。今日こそ見せてあげるよ、マシンと話ができるところをね。ええ、ぜひ。3分前。勝者は一人だけ、
結果が楽しみだ。俺は負けませんよ。5秒前、4、3、2、1、スタート。さあ楽にして、僕が君の具合を見てあげるからね。気分を楽にして。なんだあいつ気色悪い。何をしているんだ。あの男マシンに話しかけてるぞ。リールの音でも聞いてるのか。不気味な男だ。チッ、レギュラーか。へっ、こっちもレギュラーだ。どうしたんだい、風邪でもひいたのか。具合の悪いところはどこなんだい。僕にだけそっと教えてごらん。さあさあ静かに、そして早く君の鼓動を僕に教えて。熱もないし喉も腫れてない。おい何やってんだよブツブツと。集中できねえぞ。どうやら風邪ではないらしい。あいつ医者じゃないのか。あれは触診してるんだ。触ってわかるくらいなら苦労はしない。まったくだ。おとなし君、今日の君は私に突っかかってきた時とは別人のような打ち方だな。だが君には致命的な欠点がある。そうか、ひょっとして。やはり常念点。ならば。なんだあいつ。いきなり早打ちになりやがった。あの医者めちゃくちゃに打ちに出たぞ。今さら慌てたって追いつきっこない。そうだな、おとなしとかいう若いのの勝ちだ。でたらめなようで奴は的確に打っている。君はいい子だ、素晴らしい。おい見ろ、医者のやつビッグを引いたぞ。本当だ。まだまだ自分一人で遊んじゃいけないよ。僕と一緒に楽しむんだ。だが今更ボーナスが出たくらいで泣きなしはきついだろう。おとなしも思ったより伸びが悪い。医者のやつビッグ三連チャンで2位に浮上だ。こっちも来た。逃げ切れるか。面白くなってきた。そうそう、もう大丈夫だ。君はどこも悪くない。そんな今俺の獲得枚数は1977枚。大見さんがボーナスを1回引き込めば俺は負ける。子役でいい、子役が欲しい。レギュラー。そう、その調子だ。おい、これはひょっとすると医者の逆転。今15枚薬さえ引けば。医者のレギュラーが終了したぞ。どっちが子役を引くんだ。よし、ハサミだ。お茶目だね君は。ゲームでもこれで君はもう健康体だ。大見さん、パチスロは生き物だ、見せてもらいましたよ。君もスロシアムメンバーだったとはね。今日のゲーム楽しかったよ。次は負けないよ。またなライバル君。大見さん。やったー。運もあるらしいな。Thank you.
強く弱くリズムしなやかピアニストテレサ・セムン・コータ。次回旋律俺の指が時を止める。